全然なんかそういううまい子たち、下手な子たちっていう区別がなくなってきたね、自分の中で。ああ、うん、だからみんなを横一列に見て、上がった幅だけ褒めてあげたいっていう。チャオ、元プロサッカー選手の宮崎です。今日はね、カメラマンとね、フリートークっていう感じでね、やっていきたいと思うんで、まあ、皆さんよく聞いてください。よろしくお願いします。お願いします。いや、今日も本当フリートークなので、はい、自由に僕のちょっと聞きたいことを聞こうかなと思うんですけど、了解です。まあ、動画、はい、まあ、こうやって撮るようになって、うん、なんだろう、一番最初の頃から比べてやっぱだんだん宮原さん慣れてきたかなっていう感じですごく思うんですけど、どうですか、もうどんなとこでもやっぱりスイッチパッと切り替えれますか、ね、いやー、どうだろうね。まあね、はい、まあ、しゃべるスピードとか、まあ、ご指摘いただいてね、はい、まあ、すごいそのしゃべるスピードとか、はい、まあ、は最初に比べたらまあ良くなったんじゃないかなとか、まあ、あとは結構まあしゃべる肩とか、友達感覚で喋るというか、うんうん、まあ、そういうのも、まあ、徐々にちょっと崩れてきたんじゃないかなっていう、まあ、なかなかそういうね、もともとがさ、なんかね、はい、まあ、硬い感じのやつなんで、なるほど、喋り方とか、そうそうそう、だから、やっぱりなんかそのなんかね、友達に喋ってる感じもそんな、なんていうかな、まあ、硬い感じだし、こういう感じだから、まあ、視聴者的なね、まあ、YouTube 的にどうかわかんないけど、まあ、みんながね、退屈しないようにね、見てもらえる動画にできればっていうのは、毎回毎回ちょっと意識してやってますね。じゃあ、その、今まで撮ってきた動画の中で、うん、なんだろう、こういうのを自分の中でできよかったなっていうのとかってありますか？あー、どうだろう、意外とその動画系、デモンストレーション入ってるスキル系の動画は、うんうん、まあ、分かりやすく説明していくんじゃないかなっていう、うんうん、まあ、別になんか自分のことをなんか自己評価するわけでもないけど、自分のね、いいように評価するわけじゃないけど、うん、まあ、細かく教えてるんじゃないかなっていうところが、うん、やっぱりいいんじゃないかな。もう本当にそのサッカーのスクールとかじゃ聞けないようなこと、うん、もう、ここで全然話せるかなとも思うし、まあ、そうだね、はい、YouTube って見たい人が見る動画なんで、うん、特にこだわったっていうのは、うん、やっぱりそういうプロを目指してるっていう子たちがやっぱ見てほしいかなっていうのはやっぱりあるんで、まあね、はい、その辺はガツガツ深掘りして、まあね、深掘りしてね、はい、やっぱみんなプロ目指したいからね、なんですよね、まあ、だけど目指すっていう言葉だけじゃなくて、やっぱ行動も止まらないと、やっぱりプロ目指すことっていうのはすごい難しいと思うから、うんうんうん、やっぱりそこは、やっぱその言葉と行動を裏付けるというかね、うん、まあ、そういうことをなんか、やっぱもっと意識していかないと、うん、やっぱプロには到底やっぱ言葉だけではないと思うし、そうですね。うん、そこがかなり重要かな。まあ、見るっていうのも大事って宮原さんよく言われるんで、うん、こういうのを使って、どんどん成長して、ね、もらいたいですね。まあね、そうだよね、うん、まあ、チャンネルね、見てね、はい、やっぱ一つでもね、自分のレベル、スキルにね、うん、力に立てたら、もうそれこそ本当に嬉しいことでもないし、うん、まあ、本当にサッカー好きじゃない人でも、じゃあ、いろんな話聞いて、サッカー好きになってくれれば、うん、前の動画でもいろいろ話したけど、うん、まあ、見る人のレベルが上がれば、やっぱりそのプレー、競技者のレベルもね、うん、僕は上がると思うから、うんうん、まあ、そうすることによって日本サッカー界がめちゃくちゃ強くなって、うん、やっぱり強くなるイコールやっぱ人口も多いと思うし、うん、サッカー人口も増えるし、うん、そのサッカー人口多くなったらやっぱ必要なのはやっぱ指導者ね、はい、うん、やっぱちゃんと正しいことを教える指導者が、それだけいい指導者が増えれば増えるほど、うん、やっぱりその国のサッカーって強くなると思うんですね、うんうんうん、やっぱり選手の人口は多いんだけど、例えば正しいことを教えてあげれなかったら、やっぱりその人たちって結局は上には上り詰めないと思うから、うんうん、まあ結構ヨーロッパのさ、国とかでもいろんな国に行ってるんだけど、まあ去年はクロアチアでね、うん、まあ行ったりとかして、やっぱりそのサッカーのシステムとかよく見ると、やっぱり本当にコーチも厳しいライセンスを持って、うん、その中で、やっぱり指導者っていうのを流してもらって、でしっかり子供たちに教えるっていう、本当に正しい知識を持った人っていうのを
が指導してるからやっぱりクロアチアとかね、うん、まあ、ウルグアイとか、まあ、人口少ないんだけど、あのウルグアイとか全部の人口はね少ないんだけど、いい選手が生まれるって何かなって思ったら、やっぱりそういうとこなんじゃないかなっていうのに、うん、結構僕は注目してる。うん、まあだってイタリアだって正直日本よりは人口少ないんだよね。あ、そうなんですか。うん、全然少ない。日本って結構やっぱ人口は多いんだけど、うん、やっぱりなかなか名選手育たないとかね、うんうん、やっぱりその昔からの伝統のそのね、やっぱ育成の伝統のシステムとかいろいろあると思うんだけど、うん、やっぱ競技人口の割にはいい選手でまあ育ってないなっていう印象がありますね。なるほど。僕はね、うんうん、じゃあまだまだ日本は数の暴力で質ではないような、そうだね、まだそうだね、そんな感じのような体制だと思う、実際のところは。なるほど、うん、そうなんだ。そうだから、もっとなんていうかな、指導者も増えてほしい、サッカーを知っている。うんうん、うん、例えば首都圏だとやっぱすごい何人が集まっているから、まあ、それだけ人が集まるからね、コーチもやっぱり充実してると思うんだけど、うん、じゃあそうじゃない地域、そういう指導を受けられないのっていうのが多分一番もったいないと思うから、うんうん、どこに誰がいても何て言うかな、そうやって正しいサッカーの指導っていうのを受けられるっていうようなシステムを構築できれば、やっぱり日本サッカー協会ってね、日本サッカー界っていうのは、強くなると思うし、うんうん、まあ、子供たちも例えばプロになるならない、ね、関係なく例えばサッカーが好きでいられるというかね、まあ、僕もプロ引退して、だけど、うん、めちゃくちゃ今でもサッカー大好き、はいはい、うん、まあ、常に、今はサッカーを子供たちに教えてるんだけど、じゃあ子供たちがサッカー上手くなるためにはどういうアプローチした方がいいかなっていうのを、うん、まあ、常に模索してるというか、うんうん、まあ上手い子は正直言うと勝手に伸びるからね確かに、うん、才能とかっていうところも含めですよね。まあ、理解力が早いというか、まあ、あ、そうそう、見てる視点ですかね、じゃあ、うん、だから上手い子はね勝手に育つ、はい、でやっぱり指導者的にも、やっぱりうまい子を教えるのは簡単なんていうか、うんうん、少ない言葉で理解してくれるから時間も違うし、うん、いろんなことできると思うんだけど、うん、けど僕もこの指導をやってね、例えばそういう子だけ育てたらやっぱりなんていうかね、広がっていかないというかね、うん、やっぱ上がる人数って少ないと思うんだよ、プロには、はい、ね、じゃあそうじゃなくてさ、誰にもチャンス与えますっていうところでの、何、土俵っていうか、そこまではやっぱ持ってってあげるべきだと思うんだよね、指導者が、うんうん、思ったの昔はね、そういう考えじゃなかったんで、正直言うと、うん、初めて指導してた時は、はい、ああ自分もなんかうまい子たち教えたいなっていう気持ちだけあったんだけど、ああなるほど、そうそうそう、そっちですか、うん、そうそう、そっちだったんだよ、考え的には、うんうん、もうなんか選ばれて、セレクションで選ばれた子、めちゃくちゃうまい子たちを教えて、うん、その子たちをうまくさせたいっていう意識があったんだけど、うん、やっぱりさ、その現状というか、そういうとこに置かれてない自分もいて、うん、まあ、ちょっと不満があってね、自分の中でも、うん、まあそれで恩師ね、に電話したわけ、うん、それで、はい、そしたらその恩師がさ、いやそうじゃなくて、全然うまい子じゃなくても、何、その子をうまくさせればあげたらどうっていう話で、うん、まあ、自分の考え方がちょっと変わったよね、うんうんうん、で指導にもやっぱちょっと変わった。なるほど、うん、やっぱりもっともっと細かく説明してあげるべきだし、うん、やっぱ一人一人なんていうかな、上達する幅っていうのがあるわけじゃん、うん、ね、みんな一斉に何それほどやったら伸びるってわけじゃないし、はいはい、じゃあそのなんていうかな、一人一人の伸び幅っていうのをなんかしっかり褒めてあげるとか、うん、そういうことを僕は見逃しちゃダメなんだろうなっていう視点になったら、うんうん、全然なんかそういう上手い子たち下手な子たちっていう区別がなくなってきたね、自分の中で。あ、うん、だからみんなを横一列に見て上がった幅だけ褒めてあげたいっていう感じで見れるようになったかな、うんうん、ちゃんとここで見て、そうここで見てね、その伸びの幅でちゃんとってことですね、伸びの幅、もう本当に伸びの幅違うと思うんだけど、うん、その伸びの幅少し上がっただけでも、うん、それはその子にとっては成長だから、そうですね、うん、僕はそういうことを見逃さないように日々気をつけてっていうかね、うんうんうん、もう指導するようになってからやっぱりそういう風に思考が変わっていって、変わったね、うん、自分としてもなんか狭かったと思うんだよね、最初やってた時は、うん、けどやっぱそういう言葉もらって視点がさらに広くなったかなっていう感じが、うん、今の自分の指導とかでも結構生きてるかなっていう、あ、うん、
感じはする。やっぱサッカー選手ってさ、はい、感覚っていうのはすごい他の人たちよりもね多分鋭いと思うんだよ、うん、だから自分の痛みだったりあ、はい、とかには特に厳しいと思うから、もう体の対処敏感なことですね。あ、敏感、そう、うん、敏感だと思う。感覚がいろんな面ですっごい敏感だから、うんうん、いや例えばもう痛かったら、うん、まあ、ちょっとセーブするし、うん、まあ、それこそあの整骨院とか行ってやるし、うん、やっぱり感覚が敏感だから、うん、だけど早く気づけるってことだから、うんうん、まあ、対処も早くできるよね、うんうん、でやっぱり普通の人じゃ感じられないことを感じることができるっていうのが、うん、やっぱりプロまで行った人たちの、うんうん、なんか特徴というか、はい、うん、だからみんなもそうやって自分の体に対してそうやって気づくべきだし、うんうん、要は本当もっと敏感になるっていうのかな、うんうんっていうのが必要じゃないかなと思う。だからその一回サッカー界から離れてさ、僕も、はいはい、あのみんな知ってんのかな、うん、なんか一回ねもうサッカーコーチ自分向かないなと思ってるから。あ、そうなの。そうそうそう、最初はもうそんな感じだからさ、そもそもうまい子教え、うまい子だけ教えたいみたいな感じのやつがさ、あ、まあまあ、最初の考えはそうそうそう、だからそんなやつがやっぱりね、教えられないなと思って、うん、いや、しかも自分もさ、結構感覚的なものでプレイしてたっていう部分すごい多かったんだよ。うん、考えてたもの。考えてたもあるし、うん、だけどそれを感覚的にやってた部分があるから、うん、まあ、言葉でさ、どう説明すればいいのかなっていうのを、超自信なかったんだよね。最初の頃ですか？最初の頃というか、うん、もうやる前、指導者を。あ、指導者前、うん、はい。だからさ、よくプロサッカー選手さ、なんていうかな、その肩書きがあるから、うん、なんとなく指導すればいいやっていう人も多いと思うんだけど、うん、自分はほんとそれこそ本当にサッカーに対して真剣だったから、うん、自分がそうやって何自信もないのに指導者やることによって、うん、もしかしたらその子は正しく成長できないんじゃないかなとか思ったりしちゃってさ、うん、だったらやんない方がいいやと思って。服が昔から好きだったんだよね。服？服、そう、うん、あのアパレルというかさ、はいはいはい、でなぜかそれでギャップっていうなんかその、はい、分かる、ギャップってのは GAP やん、GAP、そう、はい、あれに行き着いたんだよね、なぜか。おうおう、そうそうそう、で異業種じゃん、かなり。そうですね、サッカーとは別の業種だよね。ギャップでなんで働くっていう感じでみんなにも言われたんだけど、もうそれも直感。働いた時期があったんですか？あったあったあった。引退してからもギャップで4年、4、5年働いてたよ。あ、そうだったんですね。そう、うん、で、やっぱりさ興味あったから続いたことだったんだけど、うん、あの、なんていうかな、やっぱりもうゼロなわけよ、はい、三原直樹的にはもうサッカーの三原直樹はある程度みんな知ってくれてるかもしれないけど、はいはいはい、けどギャップの目穴って言ったらゼロなので、で、はい、そのゼロの中でどうやって自分をアピールするかなって、やっぱギャップ面白かったのが、はい、結構自分をアピールしないと、はい、どんどんなんて上にもいけないし、あ、そうなんですか、ね。そうそう、やっぱコミュニケーションってめちゃくちゃ大事にしてるような社風だったから、あ、すごいなんか自分になってやっぱためになった期間だなって今は思うんだよね。なるほど。そのゼロの状態から、はい、で自分をどうアピールして自分を知ってもらう他の人に。うんうん、っていうのでめちゃくちゃ学んだね。なるほど。でただ単純になんかそういう接客もそうだったし、英語で接客するのもそうだったし、ビジュアルマーチャンダイジングっていう仕事をよくやってたんだけど、よく、うんうんうん、なんかその服のね、あのマネキンのコーディネートを考えたりとか、うんうん、あとはこの服、いろいろギャップって種類あるからさ、はいはい、それをなんていうかな、配置するというか、うん、うん、いろいろそういうのもやってて、その仕事楽しかったね、ただ、そうそう、結構好きなことは熱中して、そう、熱中してやって続けられるから、うん、やっぱいい、まあそういう性格なんだろうね。そうそう、だから、もうその時はその時ですごい、そのビジュアルマーチャンダイジングに関して、うん、もう結構勉強して、自分も知らないからさ、はい、知らないからこそ、まあそのサッカーの時に培ったそのやり方、うん、知らないから、まあいい先輩の人たちの技術、スキル盗んだりとか、うんうんうん、っていうのをなんか自分は自分でその
まあ、ギャップとそのビジュアルマージョダイビングでレベルアップするためにサッカーのやってた手法で取り入れててやってたかなって感じ、うん、でやっぱりそうやってコミュニケーション能力がやっぱ格段と上がったね。やっぱり、うんうん、自分でも説明できるようになったし、いろんなことをプレゼンとかね、うんうん、どんどんできるようになったし、あ、そのタイミングでちょうど、はい、またなんかサッカーの指導者に戻りたいなって気持ちが出てきたのが、うんうん、当然そのやりながらサッカーの試合見てたわけ、はいはいはい、いろいろ海外の試合とか日本の試合も、うんうん、けどそこまでまだ指導者復帰したいなとは思ってなかった。好き止まりの、あ、なるほど、サッカー大好き止まり、はいはい、で指導者のところに行くっていうのは全然考えてなかったんだけど、うん、イタリアの国際遠征にアドバイザー的な感じで来てくれないかと言われて、おお、そうなんですか。そうそうそう、はい、で行ったわけ、はい、ギャップで仕事休んで、はい、まだギャップはやってて、やってて、そう、やっててそう、やってる時で話もらって、はい、けどさ、イタリアでさ、あの国際大会、まあ U10 ぐらいの年代なんだけど、うんうん、それでもなんか行ってほしいって言われたから、あ、ちょっとイタリアだしなーって言って、うんうん、まあ行っちゃったんだよね。行っちゃいました。はい、でやっぱその時に日本選手の、はい、日本のね、子供少年たちね、うんうん、のプレーもそうなんだけど。まあ、イタリアのね、少年たち の、 その熱さとか、うんうんうん、サッカーに対する熱さとか、あとは親御さんたちの応援とか、うん、その芝のピッチでやってるようなのは、もう本当真剣なんだよね。で、向こうのコーチ陣もさ、もうめちゃくちゃなんていうか、うん、激しいというか、うんうんうん、試合前のアップとかもめちゃくちゃ選手盛り上げたりとかして、うん、ああ、やっぱこういうのサッカーだよね、うん、で、うん、ようやく思ってきたね。ようやく指導者になりたいなというか、はい、そういう自信もちょっとあったし、はい、ついてきたね、キャップで。やっぱコミュニケーションとか良くなってきたから、うんうん、あ、やっぱこの情熱、イタリアでも感じたことっていうのをなんとか還元したいなと思って、うんうん、ようやくそのイタリアで決めるんだよね、自分の心を。なるほど。指導者でやっぱやっていきたいなっていう。あ、なるほど。他でじゃあちょっと身につけてきてっていうところで、うん、けどまだまだね、全然完璧じゃないから、うん、全然指導してる時にちんぷんかんぷんなことも言ってるかもしれないけど、うん、まだまだ自分のコミュニケーション能力っていうのはやっぱね、なんかその足んないと思う、正直言うと、うん、もっと細かく教えるんじゃないかなとか、もっと分かりやすくね、うん、そのボキャブラリー増やして教えた方がいいんじゃないかなっていうのは今でも全然思ってるけど、うん、うん、そう。だからね、だけどちょっとある程度自信がついたから、まあ、そこで決心できたっていうのは、うん、僕がスタート、指導者をスタートね、はい、する理由でもあったかな。人生の転機だったんですね、本当に。転機だった。だからそのイタリアのね、トップはマジで転機だったと思う、今思うと。なるほど、うん、だけどそこで変わってよかったなって思ってるね、うんうんうん、そっからはもう全然もう辞めたい、指導者辞めたいとか思ったこともないし、その前なんだよね、正直うまい子を教えたいっていう思いが強かったのは。あ、そう、指導者やる前も、うん、ギャップの時でもちょいちょいなんか呼ばれて行ってたんだよ、いろいろなとこに、うん、あ、そうですか。そう、うん、で、そのタイミングで、あ、もっとうまい子を教えたいなと思って、うんうんうん、思ってたんだけど、イタリア行った時にもう全部ガラッて変わったし、はい、最初やったその指導したとこね、まあ、そこもサッカースクールだったんだけど、その前にいるコーチたちが、やっぱり、本当その、今の僕のね、なんか、教えるスタンスの基礎を築いてくれたというか、うん、うん、うん。わかりやすく丁寧に、やっぱりしっかり理解するように子供たちにっていうことを、うん、ただなんとなくやらせるなっていうのを、すごい叩き込んでくれたから、はい、うん。で、やっぱりいいね、いろいろディスカッションしてたね、やっぱり。この練習どうなのとか、あの練習どうだったのっていう、内容のとこまですごい喋ってたから、はい、うん、なんかほんとサッカー好きが集まったスクールだったから、結構面白かったね。なるほど。うん。そうそう。だから割と好きなことやらせてもらってるっていう感じが、自分的には。なるほど。いいですね、それは。まあ、どうなんだろう。なんか嫌いなものは基本やりたくない
基本はね、まあまあ、それはやりたくない。けど、やったとしても、楽しくできるようにしっかり頑張るというか、好きなことをずっと続けられるのは、いいことかなと思うし、うん、続けるだけでも、やっぱりその努力ってやっぱ必要だからね。うんうん、まあ、そのスタンスはどんな業種行っても、まあ、持ってやっていきたいなと思うし、うん、うん、まあ、そんな感じかな。ご視聴ありがとうございます。この動画を気に入ってくれたら、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。